私今日はなんでこんなに頭とかやってるかって言いますと、本日はですね、第1回目のディズニーアンバサダーホテルフェアリーテイルウェディングドレス試着ということで、アンバサダーホテルにやってまいりました。これからですね、試着に行きたいと思うんですけれども、実は本当であれば、本来であればフェアリーテイルウェディングを申し込んだゲスト7ヶ月前から試着できるんですが、7ヶ月前私アメリカにいたので、もう今3ヶ月前かな、4ヶ月前ギリギリ4あるかどうかという、結構タイトなスケジュールでこれから、試着をしていかなければなりません。でもとっても楽しみ、いよいよディズニーアンバサダーホテルが作ったオリジナルのドレスを着れるということで、もうテンションが上がってしまってます。今回は、火を浮かせるためにヘアメイクやセットなどは自分で頑張りました。ここはですね、ここはちょっとずつ浮かしていきたいと思います。では早速打ち合わせ会場に行きましょう。それではレッツゴー。今日はなんとブライダルドリームプレビューというか、プレビュー会やってるみたいなので、だってご覧いただきましたから後で見に行こう。ブライダルファッション、初めて見ました。こんなところにあったとは。あいにくの雨なんですけれど、ちょっと10時からの予約を取ったので早速入っていきたいと思います。ここね、知らなかった。ランドホテルミラコスタアンバサダーホテル、行きます。おー、お部屋に案内されると、そこはプリンセスのドレスが集まる夢空間。手前のものがアンバサダーオリジナルのドレスで、奥へ進んでいくと高見ブライダルのドレスがたくさん並んでいました。どの色も可愛くてキラキラで迷っちゃう。こんなに種類があるんだってびっくり。中にはシンデレラカラーのドレスやラプンツェルのようなお花が散りばめられたドレスもありました。これは高見ブライダルとはいえ、ディズニー好きにはたまりませんよね。淡い色の奥にはバッキリ赤と青のドレスもありましたよ。そしてその奥にはミラコスタのオリジナルドレスもありました。今回こちらは残念ながら試着はできないので、見るだけで我慢我慢。アナやエルさんのテーマのドレスもあって、もうミラコスタでも結婚式しちゃいたいぐらい。1回目のドレス試着はこの中から6着 OK とのことだったので、悩みに並んでセレクト。さあ、ディズニーとはどのドレスを選んだでしょうか。これからご紹介します。まず1つ目に来たのは、やっぱり私の大好きなシンデレラをイメージしたファシリティプリンセスブッファンと、細かな刺繍がとってとても綺麗でボリューム感のあるドレスです。ブッファントとはふんわりという意味で、リボンのついたスカートを付け外しができるので違った印象にもなります。シンデレラのマザードレスをイメージしたホワイトドレスです。お次はスノープリンセス。パフスリーブと特徴的な襟からもわかるように白雪姫をイメージしたドレスです。真っ白ではなく黄色みの強いオフホワイトで、とってもレトロな感じが出ていて可愛い。背中についたリボンも主張しすぎずエレガントです。まさにオリジナルという感じですね。お次はカラードレス。こちらもアンバサダーホテルオリジナルのブロッサムプリンセススカーレットです。何のプリンセスをイメージしているかというと、白雪姫です。やっぱり白雪姫といえばパフスリーブですよね。鮮やかな赤がとっても目を引くドレス、会場で目立つこと間違いなしです。トップの紺色の袖を外すこともできるので、また違った印象でドレスを楽しむことができます。赤は大好きな色なので、これまた悩んでしまいますね。ドレスとセットの小物も合わせてもらいました。ゴールドとパールがとっても可愛い。このシンプルさがドレスに合ってますよね。お次は
高見ブライダルのドレスワインスワブ。先ほどの白雪姫の赤とは対照的でワインレッドの大人っぽい赤。チュールのスカートが場所によって違う色なのもグッド。今度はシルバーのアクセサリーを合わせてもらいました。ビスチはとってもゴージャスで、落ち着いた色のリボンがまた可愛い。チュールのドレスってやっぱり可愛いですよね。バックスタイルも落ち着いたワインレッドのおかげで大人っぽい印象に。大人っぽさとチュールの可愛さのハーモニーが絶妙なドレスです。お次も高見ブライダルよりピンクスプランドゥール。見てください、このマックスボリュームなドレス。今まで着た中で一番ボリューム感のあるドレスです。そしてキラキラ輝くゴールドのグリッター、これはゴージャスなドレスですね。胸元は特にゴールドのグリッターがたくさん入っているのでキラキラです。裾に行くにつれて薄いピンクが顔を出してくる可愛さもあります。とにかくラメが本当に綺麗なドレス。カラードレスにはゴールドを取り入れたかったのですぐ試着の候補に入りました。トレーもとっても長くて、これは会場中を引きつけられそう。写真より動画の方が映えるドレスです。ピンクスプランドゥールと一緒に持たせてもらったのはラプンツェルの限定のブーケ。お花が垂れていてラプンツェルの髪の毛を表しているようですよね。実は魔法のお花もついているんですよ。本日最後の6着目のドレスは高見ブライダルよりミントマリラブ。ティファニーが大好きなのでこのティファニーブルーのようなミントに惹かれました。後ろのリボンがとっても特徴的なドレス。フロントは白のお花の刺繍がとってもゴージャス。たくさんレースに入っています。この淡いブルーが綺麗ですよね。ミラコスタの結婚式に出てくるミッキーとミニーにそっくりなお色です。バックスタイルはアシンメトリーのリボンのおかげでインパクト大。優しい色味が可愛いですよね。いかがでしたか？1回目のドレス試着あっという間でした。皆さんはどのドレスがお気に入りですか？ぜひコメントで教えてくださいね。ブライダルプレビューについては次回じっくりとご紹介します。いいね、チャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃ、またねー。